皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りください。そして最後までご視聴していってください。本日1月4日火曜日、心の鎧を脱ぎ捨ててという題でお話をしたいと思います。まあ、心が無防備だとね、人の言葉で簡単に傷つき、そしてやる気を失ってしまうことがあります。何があっても傷つかないように心に鎧を着たい、まあ、自己防衛をする人がいますよね。しかし鎧をかぶっていることで傷つかないかというとですね、もっと傷つくことがあるんですよね。そして誰も俺のことを分かってくれない。だって分かってくれないって、それはね、鎧着てるわけだからね、あなたの心じゃなくて鎧が見えるわけだから、心閉ざしているとそのようにして理解してもらえない寂しさ、もっと辛くなる。いっそのこと思い切って心を開いたらどうでしょう。そうするとね、相手も心を開いてくれるもんですよ。そして私たちにとってその心と心のやり合い、キャッチボールがね、エネルギー、力になる、喜びになる、元気になる。私たちはその心の鎧兜を脱ぎ捨て、取り去り、そして生きていきたいものです。これがないと、これがあると傷つかないって、それはね、思い込みで錯覚です。どうぞちょっとやそっとのその傷でね、傷ついて、その倒れてしまうんじゃない、自己憐憫するんではない、悲嘆に暮れるんではない、強くなりたいと思うんです。また立ち上がって、そして立ち上がってまた歩いていく。どうぞ心の鎧を脱ぎ捨ててね、心開いて、さあ相手のところに飛び込んでいきましょう。そして心を通わしたいと思うんですよね。私たちは土の器でも、その土の器の中に宝を持つ。土の器は落ちれば割れてしまう。でもその土の器の中に主が入ってたら、落ちて割れてもその主の香りが周りを潤す。そんなですね、素敵な人生。まあ、その割れて落ちるっていうのは死ぬってことですよね。やがてこの世を去る日が来る。でもその日まで私たちは、聖書語ります、たとえノックダウンされることがあってもね、倒される、パンチを受けて、でもまた立ち上がる。ノックアウトされてもう終わってしまうことはないんだ。イエス・キリストが十字架にかかり死んで復活された。私たちも復活し、立ち上がっていきましょう。心の鎧兜は必要ありません。主があなたを守ってくれるからです。私たちの人生、そのように今日も生きていきたいと思います。三種の家に行き、賛美を捧げよう、御前に進み、三者を捧げよう、喜びの声と感謝に満ちあふれ、賛美の歌を御前に捧げよう。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。